こんにちは、ナミさん、お疲れ様です。今日はね、ちょっとローカルなお知らせでございます。こういうチラシが入っていたんですよ。まあこれね、ピザ屋さんのあのチラシですよね。ナミさんのところにもきっと入っていたことがあるんじゃないかなと思います。で、今回なんでわざわざね、このピザ屋さんのチラシを紹介するかというと、実はこれね、超個人店なんですよ。これ見てください。ピザ屋さんってあるでしょ。これチェーン店でもなんでもなく、自己資本数百万ぐらいでうちの近所にできた、本当にね、あのピザ屋さんを初めてこれからやりますみたいな方のお店なんですよね。で、チラシ自体は大手のチラシとすごいそっくりでしょ。裏もこうやってね、ピザ、なんかドミノピザとかロイヤルハットとかいろいろあると思いますけどもね、それと同じようにあのチラシを作っていて、で、値段は安いんですよ。そこよりもちょっと2割ぐらい安いような感じがしますね。で、チラシちょっとちっちゃめでしょ。正方形と言いますかね。なんかね、こう近所にこうやって巨大資本でもなくね、頑張るピザ屋さんがあると応援したくなるなと思います。定休日は毎週水曜日、個人店なんでしょうがないですよね。で、ドライバー募集もしてるんですよ。時給1000円ね、これすごいですね。なんか親近感ですね。で、しかもこれね、大手が近くにあるのにこれオープンしてるんですよ。まあいわゆる、まあ、喧嘩を売った状態ではないんでしょうけどもね、それなりにニーズがあると思ったんでしょうね。で、もしかしたらその大手のファンの方がこういつか自分もピザさんやりたいなと思ってやってるのかもしれません。結構応援したいなと思いますね、こういうところはね。ほんと近所なんで、私がねバイトに行ってもいいぐらいですよ、これ。すごいね。まあ、こういったビジネスがいろんなところで生まれてるなというところに、なんとなく私もね、勝手ながら励まされるんですよね。宅配割引、1回のご注文で税込み5400円以上お買い上げで 10% オフ。お持ち帰りは 15% オフ。1512円よりお届けしますと。困りが効くところですね。お昼11時から夜9時までオーダーということで。まあ、大手さんほどは、できないと思いますけども、でも大手さんにできないところをやってるんじゃないかなっていう気がしますね。はい。それでは今回はそんなニュースでございました。